どうもこんにちは。診療金体系後はもっぱらトヨタ市で配達していました。報酬は初日こそ良かったと思ったんですが、その後すぐに調整されたのか案の定300円台が当たり前になりました。ここまでの時給は785円です。やる気をなくしてしばらく中断していました。住民税、原付の1年点検、自賠責保険と任意保険の更新、それからキャンプ道具の散財。というわけでお金が一気に消えました。そこでお小遣い稼ぎにまた配達を始めたという次第です。トヨタ市は最近また調整されて報酬が少しアップ、おまけにブーストもついたようです。しかし基本的になりが悪いので結局箇所を変えることにしました。ということで診療金体系後初の名古屋市稼働となります。名古屋市といっても様々です。私にとって中区と中村区は魔境で、配達は未知の領域です。特に中区は愛知県でおそらく唯一シミはつきますが、地下街やビル群、また緑虫の取り締まりが恐ろしいので、この地域は除外することにしました。かといって名古屋市は他の区も交通量、運転マナーはなかなかすごいものがあります。なので手始めとして今回は比較的穏やかと思われる東側で稼働します。でピックアップとドロップ先がこの魔境の方に近づいたら、極力東側に戻るというスタイルで立ち回る予定です。平日金曜日から土曜、日曜の昼の3日間稼働して、その感想と売上をお伝えしたいと思います。
車券をお取りください。ルートが開きます。日本共産党です。